第5世代ジェット戦闘機、第5世代ジェット戦闘機、第5世代ジェット戦闘機、英語、とは、それまでの戦術航空機での戦訓と技術の進歩から1980年代に概念が打ち立てられ、おおよそ2000年代から運用が始められた、ジェット戦闘機の一群のことを言う。代表的な第五世代ジェット戦闘機としては、アメリカ合衆国の回 -22, 回 -35、 また、ロシアの SU-57 などが挙げられる。第5世代ジェット戦闘機の概念は、1981年にアメリカ空軍から提案された、先進戦術戦闘機計画まで遡る。この提案によれば、敵よりも先に発見し、先に複数の敵機を撃墜するという条件満たすよう、規定されており、高度な火機管制装置とステルス性が求められていた。 ことがわかる。ただしアビオニクスについては急激な技術革新があったわけでなく、徐々に発達してきたものであり、また既存期のアップグレードも行われているため、世代間で隔絶した違いはない。以前は、第5世代の条件の一つと言われていた、スーパークルーズ、超音速巡航性能であるが、回 -22 はその能力はあるものの、 世界マイナス35にはその能力は求められなかった。ただし結果として、スーパークルーズが可能ではある。一方で、第4世代ないしそれ以前の全世代戦闘機でも、意図したものではないが、スーパークルーズ能力有することがあることから、これも、第5世代機の必要条件とは言えない。そのため、第4世代ジェット戦闘機との大きな差異は、ステルス性以外には見当たらないと言える。 ただ限定的なステルス性であれば、第4.5世代ジェット戦闘機には付与されていることがある。ステルス性が第5世代ジェット戦闘機の要件として認知されるまでには試行錯誤、右予曲折があった。例えば極めて高度な CCV 設計や水力変更を採用したジェットエンジンなど、より高度な運動性の追求が次世代戦闘機の条件と考えられたこともある。 そのため X-29 のような全身翼機や通常の尾翼形式にさらにカナードを付加した CCV 実験機が研究されたこともある。しかしながら全身翼やカナード形式はステルス性を損なうことが判明し、先行して実用化されたステルス攻撃機の F-117 が高い実績を残したことなどから、 そうした高運動性は第5世代ジェット戦闘機の要件から外されてしまった。例えばスホー医者は SU-47 を第5世代ジェット戦闘機として発表したものの、方向性としては完全に外れてしまい、ついに次世代戦闘機として認知されずに終わった。ステルス性が第5世代ジェット戦闘機の要件となったため、マルチロール機という点では、 第5世代ジェット戦闘機のステルス性を保った状態における武器積載量は第4世代ジェット戦闘機に比べれば見劣りする。しかし、航続距離では増装なしでも可能な限りフル装備の第4世代機にごするよう配慮されており、さらにステルス性を考慮しないミッションに、おい、従来通りの機外兵装及び増装を使えば、その限りではない。ロッキード・マーティン社は、 第5世代ジェット戦闘機の特徴をセンサーフュージョン、ステルス、第4世代に勝る性能、より進歩した整備、保守性と定義し、特にステルス性は当初から設計に含まれていなければならず、これらの特徴は後からの回収で付け加えられるものではないとしている。ステルス性重視により、機動性の優先度は低下したが完全に無用になったというわけではなく、 探知技術の向上によるステルス性の低下、ステルス機動士の戦闘、敵機の領空侵犯からの戦闘等の有志会、戦闘、ミサイル回避、地上攻撃などの対戦闘機戦闘以外で、機動性が必要とされる可能性がある。ステルス性と機動性をどの程度のレベルで両立させるかは、今後の課題であり、現状では開発国の思想によって異なる。 第5世界ジェット戦闘機の配備は長らく、アメリカ空軍の海 -22A のみに留まっていたが、アメリカ海兵隊で2015年から海 -35B、2016年には空軍で海 -35A の運用が始まった。アメリカでは、その他に空軍で海 -22 の戦闘爆撃機型。 FB-22 を計画していたが、予算面などの問題により中止された。日本では、航空自衛隊の次期主力戦闘機、カイ X として、当初はカイ -22 を導入したい意向であったが、生産停止などを受けて中止。ユーロファイター台風海やカイ、A-18E、海、e、及びカイ -35A を候補として、線を進め、 2011年12月会 -35A の導入を決定。航空自衛隊にも第5世代ジェット戦闘機が導入されることとなる関連項目3章。ロシアではロシア空軍が SU-57 を近年中に導入したい意向である。ヨーロッパではイギリス、イタリア、オランダ、トルコ、ノルウェーなどが JS 海計画に参加している。中国では J-20 が2017年に運用開始された、他 J-31 が開発中である。その他、韓国の KFX やトルコの TFX など、独自の第5世代機計画が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。